こんにちは。この花の寒月です。前回、長襦袢や花襦袢の下に着る下着のご紹介をしました。今日は花襦袢の着方をご紹介したいと思います。はい、そうしましたら、花襦袢や襦袢の下ですね、下着をつけて、T シャツやキャミソールを着ていただいて、下はですね、ステテコか裾よけをつけておいてください。はい、そうしましたら、花襦袢ですね、二分式のものですが、こちらを着せていきたいと思います。はい、そうしましたら、襟元ですね、襟芯をまず通していきます。はい、襟芯を通しましたら、こちら背中につけている紐をですね、宮津口に入れておきます。入れておきますね。はい、背中の紐をこういう感じに入れておきますね。はい、そうしましたら今から着ていきますね。はい、まず羽織っていただきましたら、鏡を見ながら襟を抜きますね。お好みのところで襟を抜いてください。はい、そしてですね、この襟を固定するためにですね、先ほど宮津口に通したこちらの背中の紐をですね、ご自分の胸の下あたりで蝶々結びをしておきます。はい、こういう感じですね。あくまでも襟抜いた状態をですね、固定するものなので、そんなにギュッと結ぶ必要はないです。軽めに結んでおいてください。はい、そうしましたら襟を重ねていただいて、これを重ねますね。そしてこの襟先につけた紐をですね、下につけたものは宮津口から出します。はい、そして背中に回して交差して、こちらも前で蝶々結びをしておきます。はい、右側か左側かに結び目を作っておきますね。はい、そして背中のシワを伸ばしていきます。全部ね、こう脇に集めてくださいね。次は私が実装してお見せしますので、今回は段取りをね、見ていただければと思います。はい、まず背中のシワを伸ばします。そして、着物をですね、きれいに着るコツなんですけれども、これの上にね、着物を着ていくんですが、ここですね、縫い目があるんですけれども、ここをね、引っ張ってあげてください。下に。そしてこの脇の線ですね、ここをね、きれいに作ってください。こう縦線が入るような感じですね。下の方も分かるようにしますね。めくってこの縫ってあるところですね、ここ引っ張ってください。ちょっとこう斜めに前に持ってくるようなイメージですね。はい、引っ張っていただくとここがね、すっきりとなりますので、このラインを作っておくと着物がね、綺麗に着ていただけます。普段着物の下にとっても合う花襦袢をご紹介してみました。よろしかったら参考になさってみてください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。